はい、皆さん、こんばんは。ワドツです。今日はですね、2018年6月の3日、夜中の1時でございます。よろしくお願いします。ちょっと準備します。はい、みんなワドツ。アイテムありがとう。やりますか。ちょっとややこしくなってきたから整理をしましょう。間違ってたら教えてごめんね、みんな。何度も繰り返すようなんだけど、俺バカだからさ、中卒で頭悪いから、一回ゼロからね、話し合った方がいいなと思ったの。途中から来た人が多かったから。ちょっと話し合おう。まず、俺が見たのは、総務省のデータが最初です。これですね。平成29年度、メアリーラブアイテムありがとね。平成29年度の予算について、これは、歳出、一般歳出だから、約90兆円近くの、お金の使い道が書いてあるんだけど、33%の社会保障費っていうところに目をつけました。で、社会保障に33%使ってるのはいいんだけれども、年金に11.6兆円、要は税金を投入しているんですよ。ここまで OK？ 国家予算のみんなの税金の97兆円あるわけですよ。97兆円。そのうちの33%、32兆円のうち、11.6兆円年金に使われてる。ここまで OK？ で、もう一つ注目したのが生活保護についてなんですよ。社会保障費なんですね。生活保護。これ厚生省のデータなんですよ。で、ありがとう、キサラさん。生活保護のお金はいくら使われてるのかっていうところに注目しました。これ厚生省のデータです。で、さっきと同じデータなんで、29年度。医療費と生活費を含めたお金、住宅扶助とかね。3.8兆円。約4兆円なんだけど、まあ3.8兆円。で、ここに書いてあるんだけど、厚生省の方だと、約半分は医療費扶助になってますよ。このうちの、半分は医療費、生活保護の医療費で使われてますよって。ただ、2027年度らへんのデータを見てみると、まあ、50%よりも下回ってるかなっていう印象なんですよ。で、今度さっきの、経済産業省かな？経済産業省のデータを見てみると、福祉その他っていうここの項目の中に、生活扶助費等の負担金っていう項目があります。福祉の中に。ここですね。生活。多分これが生活保護なんじゃないかっていうことで、リスナーさんに聞いたら多分それで合ってるよと。で、そこのデータを見てみると、1.4兆円が生活費に使われて、生活保護に使われてますよと、ここに書いてあるんですよ。ということは、僕の、アホペイントでまとめました。こういうことで合ってます？生活保護費には税金1.4兆円、国家予算のうち1.4兆円使われていて、年金の方には足りない部分、年金積み立てた部分とかそういうのではなくて、皆さんの税金の11.6兆円を使われてますと。つまり年金と生活保護で言ったら13兆円、使われてると。で、生活保護者とかの生活困窮者のこの1.4兆円は負担が大きいので減らしますというふうに政府は言っていて、お金を持ってる年寄りの人たち、人口、年金を受給している人たちにはお金配りますっていうのが現状のように僕は見えるっていうところから議論がスタートしてます。皆さんどう思いますか？じゃあ枠をやりましょうか。ここがスタートラインです。俺はなんかこれ変だなっていうふうに感じてるんだけど、みんなは違和感はないのかな？俺はなんか変だなっていうふうに思う。
生活に困ってる人たちのお金っていうのをどんどん減らすけれども、年金と比べないでっていうのは どうして？なんで？ハンニバルさん。税金が使われてるのは一緒じゃん。これ誤解のないようにお話をしたいんだけれども、年金を払ってる金額とは別に足りない税金の部分使われてるのは一緒なんですよ。わかる？29年度の税収の中に入ってんのかな？どうなんだろう？調べてみようか。税収内訳。29年。貯蓄とは別に税金の足りない部分が11兆円使われてんだよ。年金はもともと貯蓄だったんだけど、今は貯蓄ではないんですよ。要は足りない部分が11兆円使われてます。 OK。 これだね。所得税、法人税、消費税、タバコ税、タバコ税とか相続税とかその他歳入、ほら入ってないでしょ。要は年金払ってる部分、要はね、簡単に言うとお金の歳入のところにはみんなが払ってる部分、年金の部分っていうのは入ってないんですよ。で、払い出してる方に11兆円使われてんの。言ってる意味わかる？足りない部分なの、あくまで。わかる？要は今現役で働いてる人とかたちから集めた積み、年金、積み立てではないんだけど、集めてる金額は歳入に入ってないの。だから、まあ、年金の部分が税金投入されないで 11.6 兆のバランス、要は足りてないんだったら、多く払われてる人がちょっと減らしますよとか、生活保護と同じように減らしますって言うんだったら、ここが税金使われてないんだったら俺納得できるのよ。でも税金の負担がここでかいんだったら統合した方がいいんじゃないのっていうふうに考えてんの。っていうところをね、さっき話してた。生活保護と比べてるわけじゃないの。俺は統合を使用した方がいいんじゃないのっていう議論をしてるの。比べてるわけじゃないの。だったら年金を廃止して、生活保護をっていうこと。どうやって統合するの？簡単に言うと、年金制度っていうのを今すぐやめます。で、生活ができない人は生活保護に移行してもらいます。で、お年寄りでお金を持ってる層の人っていうのは、そのまま、なかったことにしてもらいます。財源ここにあるじゃん。ここにあるじゃん。財源あるじゃん。だから俺そうすると6兆、生活保護費っていう名前、ベーシックインカムって名前に変えるんだけど、多分6兆円ぐらいで済むんじゃねえのって思ってるのよ。多分生活保護っていう名前は変えるけどね。そうかな、難しいかな。今まで払った分は丸損はしない。
なんでかっていうと、まずなんだけれども、年金ってみんな仕組み知ってるからわかると思うけど、高所得者であればあるほど大きい金額もらえるっていうのはわかる。やピピさん。例えば今30万円とか家庭でもらってる人ってもともと年収1000万とかの人たちじゃん。だから金あるのよ。その人たちに払っても意味ないでしょって言ってんの。わかる。そこはもう泣き寝入りしてくださいっていう。で、低所得者で例えば年金のさっきも話題に出てたけど、8万、マックスいくらだっけ、国民年金8万いくらの人は13万円の生活保護の方が5万円プラスになるから、ニューベーシックインカムの方が良くないっていう。だから金持ちは損します。で、国民年金の人は収入5万円ぐらいプラスになります。子供作らない女の人にはお金くれるとかじゃなくて、低所得者の人は強制的にお金がもらえます。はい。うん。だけどそのそれだけ収めてきたからといって、若い人たちとかがこういう現状になってるのはどうなのっていうこと。払ってる分でやりくりしてる分には俺は問題はないと思ってんのよ、ヤピピさん。さっきの前提そもそも論になるんだけど、例えばそのまあ 11.6 兆円分ぐらいぐちゃぐちゃになってる仕組みなの現在が。だったら年金の受給者の中でやり合うべきでしょ。わかる？ヤフィさん、俺らちょっと支払ってた部分が、積み立ててた分が足りないから、多く払ってる人が年金受給者の中で少ない。だって生活保護にはそれ言ってるじゃん。所得の関係だけで男女平等です。はい。それもありかもしれないね、ハンニバルさん。納めた金額を一括でもう、あ、一括でってなるとあるかもしれないけど、いや別に格差社会からとか資本主義社会からのとか思想はないです。今税金が例えば、消費税とか払ってるわけじゃないですか、いろんな税金を。で11兆円国家予算の9分の1もかかるぐらい負担になってる。これ毎年かかるのよ。つまりみんなが1円税、10円納めたら、そのうちの1円、1万円税金納めたらそのうちの1000円とかでしょ、がどん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 このお年寄りに配られてるのが現状なのよ。じゃあ納めた部分を一回清算しちゃってもいいんじゃない。うん。でもこれはなくすか、もしくは足りない部分は内部で補填し合うべきだよねと思う。それだったら別に俺は構わない。だってそしたら11兆浮くんだもん。でそうすると所得が少なくなって食えない人は生活保護に、だからスライドするの仕組みは一緒なわけじゃん。実はね、ストックしてる部分ってあるんですよ、ヤピピさん。一般的に知られてないんだけども、積み立ってる部分っていうのはあるの。だから、一回ペイにすることは可能だと思ってる。ただ、国債とかの借り入れが相当でかくなるから、一回国が、でっかい借金、政府がでっかい借金を負うことにはなると思ってる。うん。
そういうこと。未来から来た息子さんね、いいこと言っていて、この11.4兆円って実は生活困窮者が使ってるから社会に回るお金なんですよ。わかる？だから実はこの人たちってお金必ず使う人たちだから、経済効果、普通に仕事をやってる人たちからすると、民間企業からするとすごく助かるの。絶対使ってくれるお金だから。ただお金持ちに年金を払っちゃっても、例えば年収1000万の世帯の人たちとかが、まあ年金50万円もらってますって言っても、どんどんお金が溜まっていくだけでしょ。だから使ってくれないんですよ。タンス預金が今700兆円あるの。だから俺はこっち側に移行した方がお金使ってくれるからいいんじゃないって思ってる。ありがとう、相手もありがとう。だから簡単に言うと、お金持ちが損をする 俺が言ってることは。で、貧乏人が得をする。ただそれだけです。でも1000万円とか年収があった人とかさ、貯蓄が700兆円日本にあるわけだから、なんとかなると思うよ。それもありだね。ただ今までやってた地域振興券とかのレベルだと無理だと思う。ヤピピさんもありがとう、アイテム。なんで働かないの？まあそうだね、ロボットが働いて外国人が働くから雇用の問題がどんどんダメになっていくからね。だからこの余った財源っていうの、6兆円とか7兆円とかかかったとしても何兆か浮くじゃん。最低時給の保障の底上げにすればいいんじゃん。まあ下の世代にしわ寄せ来てるからね、現実。来てるじゃん 今現在で11兆円来てるから、俺も同意見かな。未来から来た息子さん、そうだから余った財源っていうのを雇用の問題に当てることができるでしょ。だから働かない年金、お年寄り、セミリタイアしたお金持ちに金配るよりも、今働いてる人たちに助成金をばらまいて、子供たくさん産んでもらって、日本の国力維持した方が、外国人を参入する必要もないし、保障が上がるでしょ。だから俺は余った財源というのは雇用に充てるっていうのはいいことだと思ってる。だから簡単に言うとね、一番お金が儲かってる層っていうのが、現役で働いてる20歳から60歳に戻した方がいいと思ってんの。これから死ぬ人たちが将来のためを不安だからお金貯めるわって言ってる国家ってやばいと思ってるっていう話だね。お金を持ってて余命があと10年ぐらいの人たちが、将来のためにって言ってお金を700兆円貯め込んでる。現金保有資産だけでね。で、土地とか不動産とか株とかいろんなものを含めると1400兆円ぐらいがあるわけじゃん。どうなのそれみたいな。っていう感覚、俺は。まあ子供が減って税金が増えて、お年寄りがどんどん金持ちになる社会がいいですよっていう人は現状維持がいいんじゃない？今の日本はじゃない、投票をするかどうか。俺らが気づいたら。だから民主主義だから、この国は。簡単に言うと、
まあ68人が国家だとするじゃん。で、まあ俺に賛成っていう、まあこれが小さな国だとしよう。70人国民がいるとしよう。賛成してくれる人何人ぐらいいる？手挙げて。70人のうち和同案賛成の人手挙げて。で、手挙がる数っていうのが、36人になったらこの案っていうのはできるっていうのが民主主義。ただ既得権益になってるから俺は殺されるだろうね、その前に。それはね、秋江さんね、その人が言うベーシック案だから、ベーシックインカムって言っても一つじゃないのね。だこれも実はベーシックインカムなの、秋江さん。俺が言ってるのは全員に配るんじゃなくて、低所得者にだけお金を配るっていうベーシック案で、これもベーシックインカムなの、実は。だから誰が言ってるベーシックインカムなのかによって話が変わってくる。実は生活保護っていうのはベーシックインカムなんだっていう認識を増やさないといけないね。日本にはベーシックインカム導入されてるの、すでに。そう。今ですね、70人のうち2人しか賛同が得られなかったので、僕の案は、通りませんでした。みんながやる気ないような。なるほど。俺は生活保護を経験してるからゆさん言えるんだけど、生活保護の生活嫌だった。 で、生活保護の生活がいいって言ってる西川さんみたいな人がいるけど、俺はほとんどの人が嫌だから働くわって言うと思う。みんなが働かないっていう国家にはならないと思う。日本で生活して、東京で13万円、地方だったら11万円の生活で満足できるはずがないと思ってる。西川さんは賛成派。今のもう生活保護だけでいいって言われてる。働かなくてもお金もらえるけれども、東京都内で13万円、地方だと10万円とか、そのレベルの生活。で、資産持てませんっていう。嫌でしょ。 だったら働くわって言うでしょ。で、最低時給とかを保証、底上げするから、働きやすくはなると思うよ。俺は制約はなくした方がいいって考えてますね。未来から来た息子さん。簡単に言うと、なんで生活保護がダメでベーシックインカム賛成って言ってるかっていうと、生活保護に反対してる人がベーシックインカムいいとか言ってるぐちゃぐちゃな状態になってるのは、親戚とかにバレたくないとか、申告をしないといけないとか、恥ずかしいっていう概念が入ってるの。日本って恥の文化だから。だから、俺のベーシックインカム案っていうのは、年金をなくす代わりに、強制的に所得の低い人には国から誰でも保証します。簡単に言うと、今の生活保護の水準っていうのが、ワーキングプアとかにも強制的に。例えば、東京都内で1人頭11万しか稼げてないです。2万円配ります。その人には。7万円しかもらってない人には8万円配ります。収入がないホームレス0円、障害者で0円、働けませんっていう人には13万円配ります、都内だったら。OK。 で、家族とかにも連絡行きません。生活保護っていう名前を変えてベーシックインカムに変えますっていう。それが俺の考え方かな。嘘みたいな案だなって思う人は現状維持でいいんじゃないですか。年金減らさないで生活保護増やす案はないの？そうすると増税をしますけど、いいの？ ハンニバルさん、それでいいんだったらいいよ。税金、要は、みんなの税金が高くなります。で、さっき普通のベーシックインカムはどうなのって聞いたから、じゃあやってみましょうか。普通のベーシックインカム、11.6兆円と、年金と生活保護をなくすと、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、
1000億、1兆、10兆かな、これで合ってる？割る日本人口1億3000万で計算するよ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。OK？ は。あれ？ちょっと待って。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億ってある？ 1000 億、1兆、10兆？13兆円で合ってる？1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億。13兆円割る1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。合ってる？は。あ、10万円じゃん。ごめん。俺計算間違えてた。この2つなくしたら日本国民全員に10万円配れるのか。合ってる？え、これでよくない？え、これで合ってる？本当かこれ。え、俺計算合ってる？バカだから不安なんだけど合ってる？みんな。え、じゃあこの年金も生活保護もやめて10万円配る？え、合ってる？ちょっと待って。1、10、100、1000万、10万かける1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億？そもそも年金と生活保護を比較したり、同じ表に入れることがおかしい。単純な、それはね、俺は受給してる時の金額ではおかしいと思ってるけど、今回なんで表を出してるかっていうと、財源っていうベースでは変わらないから、だからこれは矛盾してない、うん、生活保護と年金は全く関係なくない。歳出の、社会保障費の歳出のバランスだから。それね、俺もツイッターで同じことを指摘してる。それはでも13万円もらって得っていう考え方と、年金は8万いくらしかもらってませんっていう時ね、これは同じ枠の中で話してるから、要は払ってる支出の部分のバランスだから。うん、え、俺計算間違えた？え、10万円を1、10、100、1000万、10万円で合ってるよね。10万円かける1億3000万人で計算するよ。1、10、100人、1000人、万人、10万、100万、1000万、1000万、1000万の次1億で合ってる？ 1000 万人、1億人で合ってるでしょ。あ、わ、かけるよ。わ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、13兆円で合ってない？年金は過去からの積み立ての権利でしょ？いや、だから積み立ててる部分はもらえばいいじゃん。足りない部分を言ってんだよ。税金投入してる部分言ってんの、田中さん。いや、税金のみだよ。この 11.6 兆は税金だよ。未来から来た息子さん。最初から枠見てた？もう一回いくよ。社会保障の、これが払ってる金額。これが歳入ね。歳入の中に所得税、法人税、消費税、その他。ここに年金って入ってないでしょ。うん。わかる？年金入ってない、 OK だよね。で、払ってる部分には年金入ってるじゃん。だからあくまで言ってるけど、いや、年金の中でやり取りしてるんだったら俺は文句ないよっていう、うん、まあまあ多めに見積もって、まあ1億2000万でもよかったけど、
生活保護を税金で賄わなきゃいけないの憲法だね、生存権だね。なんで、え、年金の権利弱くなっていく、どういうこと。うん、いや、ちょうど13兆円だったから、ざっくり。バカだからさ。だから年金も生活保護もやめて10万円国民全員に配ってもいいんじゃない？赤ちゃんとかにも。そしたら子供ガンガン産むんじゃないの？合ってるかな、桁数間違えてなかった、大丈夫、俺アホだからさ。ねえ、子供2人いて奥さんと旦那さんがいたら40万円もらえるって。単身生活保護の人が怒るか、今度13万もらってたのが10万になるから。年金もらってる人が足りない分を生活保護費でもらってる。だからそれは受け取る方の側でしょ。今話してるのは払う方の理論よ。だからその受け取る方の比較はダメなのは俺は指摘してる、ツイッターで。10人産んだら年金も生活保護ももらえない代わりに国から100万円もらえるのか。議論に意味なんかないよ。好きで趣味で面白いからやってるだけ。年金が生活保護費より少ないから生活、だからそれ受け取る側の論理でしょ、分かってるって。そうじゃなくて今財源のみんなの税金の使い道の話をしてるの。それ受け取る方がどっちが得かっていう議論に意味がないことは俺も賛同してるじゃん。語るなよって、俺語りで仕事してんだけど、うん、俺語って見たい人が見てその話面白いからっつってアイテムチップくれて俺生活してんのよ。語るなっていうのは仕事すんなっていうのと一緒なんだけど、俺アイテムで生活してるから語るなじゃなくて見に来んなよ。困るんだよ、語りで仕事の語りで食ってんだからよ。特別会計もあるからね、うん、いや和ドアン通らないよっていうか、あの通そうとかじゃないのよ、俺政治家じゃないから。面白いよねっつってんの俺は。だからそこに誤解があるのよ。この考え方広めようとかそういう考え方ないの俺は。そうじゃなくてこの現状に納得してんのみんなみたいなノリ、俺の中では。え、これみんな分かっててやってんの？みたいな。別にこの考え方広めましょうとかそういうのはない。そうじゃなくてマスコミとかがなんで言わないんだろうみたいな。なんか年金に税金の足りない部分が11兆円投入されてるっていうのがそもそもの議論の中に入ってるのかなっていう。なんで敵なの？生活保護者は。俺は修羅の国になるじゃなくて修羅の国に見えるっていう話よ。マスコミは言わないの？ジャーナリズムどこ行ったの？
いや、だから名前が悪いんだよね、生活保護っていう。てか、印象操作されまくってきたから、生活保護に、なんつうの、こんなさ、ぶっちゃけた話さ、1.4兆円しか使われてない小さい話なのに、なんか税金の負担の、なんか政府の、なんか、なんつうの、皆さん税金上げないといけないのは生活保護のせいですよ、みたいな印象操作してるけど、税金上げないといけない理由で言ったらこっちでしょって思うの、俺は。本当のこと言えよっていうだけ。わかる？本当のこと言えよ、マスコミとか政府よっていう。で、政府の、だから、厚生労働省とか、経産省とか見てみたら、あ、書いてたわ、言ってたわ、みたいな。え、広める役割のマスコミ何やってんの？っつったら何もやってなかったから、じゃあ、俺がやるか、みたいな。うん。っていう話。1.4兆小さいと思うよ。11.6兆と比べたら全然小さいでしょ。え、田中さんさ、刑務所って税金で運営してないの？俺、刑務所って税金で運営してるイメージだったんだけど、間違ってた。この国って昔から犯罪者を税金で賄ってるけど。俺はそういう認識で税金払ってて、俺はそれで間違ってないと思ってるけど、田中さんは違うロジックの、え、どういうこと？刑務所って税金じゃないの？わかんない。調べるけど、違うって言うんだったら。俺は勝手にそう思い込んでた。簡単に言うとなんだけど、年金で、要は積立金でやるのか、税金でやるのかって話だよ。要は、ここの概念を変えようとしてる、俺は。働いてる人が積み立てても、結局、生活保護の老人もいるわけじゃん。で、その、要は、正規雇用だけでしょ。旨味があるの。で、非正規雇用の人たちがどんどん損をしてるから、だったらもう税金でバランスよく一元化しようよってだけよ。うん。まあ、保護って言い方良くないよね。まあ、言いたいことは言ったかな、だいぶ。正社員になれない人の議論。うん、そうなのかな。どうなんだろう。でも正社員はどん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 減っていくと思ってるけどな、俺は。今の時代。いや、さっきの、この、データを見る一番最初のデータ見せようか。年収の分布図だったの。日本人の年収の分布図から見たの。その時に、年収300万以下の人たちが何パーセントいるのかっていうと、40%いるんだよ、今現在。つまり、日本の40%の人たちが、このまま行くと損をしますけど、どうですかっていう議論から入ってる。これの一番、このデータの大前提。この3つのデータの前に見たのが、今、もう一回検索するよ。だから途中から来たから分かんないんだって。ちょっと待ってね。なんて検索すればいい？年収、割合だっけな。なんで、何で検索したっけな。これだ。あ、これじゃないな。
どのデータだったっけ。ちょっと待ってね。これか。このデータだね。年収の割合っていうのを見て、で、ここ。年収300万以下が約 40%。で、これから多分ね、もっともっと広、この人数は増えてくっていうのが俺の判断なのよ。そう。それが前提になってる。この議論の。いや、田中さんね、それ間違いだよ。税金を多く払った人は、税金少ない人から、より多く払ってるっていう仕組みなの。だから、田中さんが間違ってる。多く払ったら、積み立てた分をもらう分には俺は文句ないって言ってんの。低所得者から吸い上げたのを高所得者に払ってるのは問題じゃないっていうことを言ってんの。うん。ハンニバルさんありがとう。風船ありがとう。年収が下がる根拠っていうのは外国人労働者を招き入れたりとか、IT っていうのが進むから、簡単に言うと単純労働者が必要なくなる社会が来るの。わかる？つまり、年収が低い人たちが増えていって、富を持ってる人がどんどん稼いでいくっていう時代が来ると思ってます。月10万円だと月10兆5、それはどうやって計算した？アキエさん。掛け算を間違ってたってこと？俺。もう一回やろうか。アキエさんどうやってやった？もう一回教えて。桁数間違えてんのかな？人口が減ったら収入の、いや税金取るバランスも変わるでしょ。だから人口関係ないでしょ。割合で全部話してるから。割合。あー、なるほど。そっか。そうだ。だから、そうだわ。合ってた合ってた。10万円、年間10万円しかもらえないんだ。ああ、ごめんごめん。そうだわ。年間10万円だ。だから、ごめん。あ、そうだ。生活保護費、年金をもらうためには、年間、これを2つを消すと何ができるかっていうと、年間10万円のベーシックインカムか。合ってる？アキエさん。そういうことだよね。だから、だったらこれ維持した方がいいよねっていう話か。うん、ごめんごめん、アホだね。12で割ってなかったんだ。年間10万円を12で割れやよかったんだ。アホだな、やっぱり中卒ってダメだな。わかった？みんなわかった？中卒ってアホだな。要はさっきこの財源をね、この2つの財源13兆円を国民にばらまいたら、えって、10万円ももらえるのって、俺ら月収10万円だと思ってたの。生活できねえよみんな。アホだな。ごめんなさい、失礼しました。訂正します。ありがとう、アキエさん。おかしいよね、どう考えてもね。ここにいるみんな分かってなかった。いや、いいね、いいの。俺がアホだから、俺が言い出したことだから。やっぱ中卒ってダメだわ。基礎教養って大事だな。なんかおかしいなと思ったんだよね。うん、
年金制度が破綻してるのは散々言われてる。その補填に税金が使われているのはみんな納得いってない。でもなぜか生活保護に、でもなぜ生活保護に回そうとするのか。うん、いや、とんでもないね。うん、高卒でもアホ。いや、でも、いや、助かったね。昭恵さんっていう賢がいたから。あれなんかおかしいよね、和道が言ってることって。なんか直感で気づいたんだろうね。俺もあれあれってなったんだけど、気づかなかった。年だわ。年度10万だわ。え、違うよ。これ年金廃止する金額じゃないよ、昭恵さん。今気づいたわ。これ、税金が投入されてる部分だから、積み立ててる分はもらえるんだよ。そうじゃない？ヤピピさん。俺、年金制度を廃止する、生活保護廃止する、その2つで13兆確保できるって言ったけど、違うよ。これ税収部分だもん。だから、年金はもらえるんだよ。額、11兆円分、そう、もらってる額を割った部分はもらえて、さらに年間10万もらえる計算だ。生活、年金制度廃止するっていう問題じゃなかったわ。今気づいた。そうだ。なんで生活保護をディスるの？なんで俺生活保護がある国めちゃめちゃいい国だと思うけど。そう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 、働きたくても働けない人は保障するのが普通の国家だと思うけど。いや、子供に投資をするんだったらビリーさんすごくいい案で、教育にテコ入れ。うん、一番いいのは教育だよ。一番いいのは教育を変えるっていう。地球ごとなくなれなんて悲しいこと言わないでよ。俺やだよ。地球好きだよ。一緒に生きてこうよ。みんな死ねばいいって？やだよ。せっかく生まれたんだからみんなが幸せになる方法を考えた方がよくない？俺は働きたくても働けない人がニコニコ暮らせる社会はいい国だから、生活保護がある日本ってすごいいい国だなと思うよ。解決なのかな。俺は行きたいけどな。笑って楽しくみんなで仲良く生きていきたいけど、無理なのかね。地球滅ぼすしかないのかな。むしろ地球に生まれてよかったっていう人がいっぱいいた方がいい社会だと思うけどな。いや、だからエヴァンゲリオンってうまくできてるよね。だから響いたんでしょ。うん、生活保護の理念は素晴らしいと思う。不正受給してるやつらがゴミすぎる。死刑にしてほしい。生活保護って配信者が扶養を拒否する。生活保護って配偶者が扶養を拒否する。配偶者はできない。世帯で受けるもん。現状制度では無理。ただ俺の案だと、ベーシックインカム、俺のベーシックインカムなんだとできる。現状制度だと配偶者っていうか、その世帯主が扶養を拒否することはできない。別居状態だとできる。要は世帯主だから、世帯で受けるものだから別居状態の場合可能だから、女性が DV を受けていて、法律上夫婦同士の関係なんだけど DV で逃げてきて生活保護になる人っていうのは現状たくさんいる。子供と一緒に逃げてきたっていう。
いやだからさ、カーマさんさ、この国って年間さ、確定してるだけで3万人近く自殺してるわけよ。で、WHO の試算だと7万人から10万人って言われてんの。WHO の計算で言ったらさ、まあ、戦後、多分300万人ぐらい自殺する、自殺大国なのよ。テポドンどころじゃないよ。俺はだから今戦争中だと思うよ。この国っていうのは経済戦争真っ只中で、貧困者が自殺を強いられてる国だと俺は考えてるから、だからこういうことをやってるんだけどね、戦ってるんだけど、どう思う、川間さん。こういう見えない敵っていうか、こういう年収300万以下40%とか、こういうことだと思うんだけど、だから理論武装して戦わないとっていう。俺別に平和とか、平和は大事だと思うけど、平等社会になれとは思ってないよ。平等なんていうのは無理だから。同意？ありがとう。誰かの犠牲や我慢じゃなくて、俺が言ってるのはね、すごくシンプル。未来から来た息子さん。よく聞いて。お金が余ってる人を助けてって言ってるだけ。年収1000万円あって、貯蓄が、ね、日本全体で何百兆円もあって、お金を持ってる人に、年金です、どうぞ毎月50万円どうぞとか30万円どうぞ。で、苦しい人たちは、貧乏だ、生活保護だ、叩かれてる、怖い、自殺するっていう社会を、いやいや、お金持ってるんだから、ちょっとこの人たちに分けてあげてくださいっていうのが俺のただ言ってること。ただこれだけ。この人たち別に贅沢させないんでって、最低、人間生きていくためだけの基盤をちょっと力貸してもらえませんかって言ってるだけ。ただそれだけ。だから犠牲とか我慢っていうことがあるなら、お金持ってる人がバンバンお金もらってるんじゃなくて、ちょっとこの人たち同じ日本人だから、一緒にね、生きてきた日本人だから苦しいから助けてあげてもらえませんかっていう話を。っていうだけ。以上。別居状態で夫婦生活が破綻していても、妻が生活保護を受けるときにはもちろん夫には扶養できますかっていう通知来るんだよね。もし DV があるとして、シェルターに入ってるんだったら通知はいかないですね。そう、状況を説明したら。それでケースワーカーが通知を送ることはありえない。送ったとしたら問題になるだろうね。なんでかっていうと、そもそも旦那が乗り込んでくるわけだから。だから、生活保護を受ける調査の段階で DV 受けてませんかとか、借金ありませんかとか必ず聞かれる。宗教だけじゃ救われないと思ってるけど、俺は、さっきも言ったんだけど、別に宗教だろうと、経済だろうと、政治だろうと、全部一緒の問題だと思ってるから。人が笑顔になるんだったら何でもいいんじゃん。宗教だろうが、経済だろうが、政治だろうが、数学だろうが、国語だろうが、何でもいいと思うよ。ニコニコみんなが笑って暮らせるなら。次回やって花火一発だね。お金をあげろっていうか、面白かったりとか、俺の活動を支持してくれたりとか、まあ、チップくれたら嬉しいかな。お小遣いくれたら嬉しいね。ちょろっとでいいから。まあ、お金持ってる人は、まあ、花火くれたりとか、まあ、貧乏な方は風船くれたりとか、皆さんのお気持ちをいただけるとすごく嬉しいよ。施しの感覚、日本人ないからね。だから、資本主義と、その施しの感覚がないっていうのがちょっと悪質だよね。組み合わせが悪かったよね、日本はね。要は、
江戸時代とかさ、とか、要は核家族で構成されてたりしたらさ、情とか情けとかさ、不要の概念で普通に宗教観持ってたんだけど、宗教はなくなりました。資本主義が導入されました。要は施すとか養うっていう概念を失いました。まあこういう風になるよね。立ちが悪いよね。風船グもありがとう。パフェありがとう。アイテムありがとう。そうそう。イスラム教は自分が稼いだ月収の10%を自分よりも低い人に与えるの。だから100万円稼いでる人は、10万円を100万以下の人に渡さないといけないの。記者をしないといけないの。で、こっからが面白いんだけど、10万円受け取る方と10万円渡す方、日本人の感覚だと10万円渡す方が偉いって考えるでしょ。どう考えても。で、受け取る方はダメなやつだ、生活保護受給者だ、叩かないとって思うでしょ。違うの。生活保、えーと、10万円渡す方と受け取る方は何をやるかっていうと、10万円、はいどうぞってホームレスに渡したら、ホームレスの方がアッラーの祝福あれって唱えるの。つまりどういうことかっていうと、神様との約束だからどっちが偉いとかないの。神様のルールを守ってるホームレスと神様のルールを守ってる金持ちがいるの。だからホームレスが生まれづらいの。わかる？どっちが偉いじゃないの。神様が決めた約束を守ってるの、2人は。だから、この貧しいホームレスもこの10万円のうち1万円を誰かに渡すの。ぐるぐる回るでしょ。だから貧困者が生まれない。日本人には理解できないけど、だからイスラムがうまくいってるっていうのはあるよね。お金持ちが誰かの生活費を負担することになったら、今の会社からもらう給料と同じで、雇い主が立場が強くなるからまずい。だから国を導入しようってことね。いや、だから俺が言ってんの、本来は国っていうのは政府がやるべきことはこれなんだよ。だって政府ってみんな売り上げが上がるとかどうっていう概念ないのよ。国なんだから。そうじゃなくて、国のバランスを整えるためにお金あるところから取って、お金ない人に配るっていうのが本来国なんだよ。 でしょ。儲かるっていう概念ないんだから、国自体に。国が一番いいことは国の経済が発展していくことでしょ。国民が幸せになることでしょ。うまくいってるか？どういうこと？いや、日本は ISIS とかさ、極端なさ、要はアメリカがさ、報道してることを追従でやってるからだよ。だってイスラム教がどんだけうまくいってるよ。イスラム教に改変している国が仏教に変わったか、キリスト教に変わったか。イスラム教って、国教がイスラム教になったら改変した歴史がないんだよ。イスラムのまま維持されてんだよ、ずっと。だから IS とかの問題でしょ。プロパガンダだ、洗脳されてんだよ。めちゃめちゃうまくいってるじゃん。だって世界的な豊かな国、イスラム教ばっかりじゃん、今。おい、テミいらっしゃい。あたつ、バカありがとう。あ、ありがとう、アイテム。俺はキリスト教とか日本の方が狂ってると思うけど。まあ、それはあるね。油があるっていう問題はあるよね。まあ、眠くなってきたな。そろそろ寝ようかな。もう30分やるか。せっかくアイテムもらったしね。申し訳ないから、もうちょい頑張るわ。資源産業は強いけれどもね。そうなんだよね。まあでもできることは資源ないけど、日本人優秀だと思うけどな、俺は。ハートありがとう。
レアメタル。いや、日本人にはハートがあるでしょ。技術と知恵があるでしょ。これ日本人は優秀だと思ってるからね。もうちょいやるよ、メアリーラブ。もうちょいやらせて。明日ね、格闘技の企画だけど。ていうか、こんなんマスメディアと政治家がやれって話だよな、本当に。しっかり働けよな、税金で。すげえ金、高給取りなんだからな。利権にすり寄ってさ、票の移動ゲームやってんじゃねえよ。国民幸せにしろよ。国会議員とか。恥の文化はもうなくした方がいいよね。賛成だわ、その考え。ありがとう、ハートありがとう。日報つけないと。やべえな、今日の日当いくらだ。4334円ギリギリ赤字。4334、やばいですな。食えるのかな。4231、日報つけるね。まあ、大した資源がなかったから侵略されなかった、うん、それはあるだろうね。いい分析だね。バカありがとう。うん、まあ見返りがどうとかじゃなくて、俺配信好きだからやってるからね、楽しいよ。こうやっていろんな人と議論ができるっていうのはすごく嬉しいね。年金は、いや、どうなるのかなじゃなくて、どうするのかじゃん。まあ、さっきも言ったけど、11兆円の赤字っていうか、11兆円税金を投入しないと成り立ってないわけだから、廃止にするのか決めるのもそうだし、税金は投入しないで、年金を払ってる、年金っていうシステムに参加してる人間の金額だけでやるのか。それとも年金そのものをなくすのか。だってさ、年金払ってる正社員の人とかさ、仕事がある人とか年金受け取るのは別に文句ないよ、権利だから。ただいろんな人からの財源、税金を投入するのは、それは違うんじゃないのって思うけどね、普通に考えて。なんで関係ない人たちを巻き込むんだろうっていう。それは生活保護でやるべきでしょっていうのが俺の考えかな、やっぱ。おかしくね。俺年金全然払ってないよ。100年生きる時代だから老後は長い。いや、あのね、それもね、問題一つあって、日本の寿命ってさ、あの健康で生きてる年齢がさ80歳とか90歳だと思い込んでるけど、全然違うよ。あの健康年齢って、日本人ってそれ10年あれだって言ってて、もうなんつうの、
だら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 生き延ばしてるだけだからね。海外とかだと普通にもう死んでる、病気とかで死んでるのは延命治療を無理やりしてるだけだよ。うん、それは保険でしょ、国民保険でしょ。医療費とかだから10割負担だろうね、怪我したら払わないと、うん、わ、チョコ玉3個ありがとう、ありがとうございます、あざーす、ありがとう。うん、その辺しっかりしないとな、本当に。人生100年、うん、まあまあ来そうな気はするけどな、でもこれから来るんじゃないの、年金それくらい、あ、年金じゃない、人生100年来ると思うよ、平均ね。寿命はどんどん伸びてるからね、人類は。でも俺はもう幸先不安しかないよ。まあ自分で選んだ人生だからしょうがないよね。誰からね、保証がない代わりこうやって好き勝手生きてるわけじゃん。多くの人に見てもらってさ、支えられてるんだから一生喋るよ。はい、ワドツイ、ええね、不安だよ。だってそれこそ保証ないんだよ俺。年金もらえるわければ会社の給料を守ってもらえるわけではないし、俺本当にだから収入ゼロだぜ。ゼロの日とかあるよ。昨日8時間喋って4000円だから時給500円だよ。みんながアイテムくれなくなったら俺ただ死ぬんだよ。超崖っぷちでしょ。うん、まあまあみんな死ぬからね。うん、そうね、薬漬けで100年とか、パイプでね、人工呼吸とかでやってくとか、やっぱおかしいよね。うん、男官塾でお金もらってるかどうかっていうのは、ヤピピさん、失礼でしょ。例えば、俺が男官塾でギャラいくらもらってるよっていう話すことも、ギャラもらってないよって話すことも、少ないっていうことも、多いっていうことも、俺のパートナーさんに失礼なことだし、ダンカンさんとか、ある北高さんに失礼なことなのよ。例えば、ヤピピさんの職業を俺が聞いて、ね、その、ヤピピさんの今回のプロジェクトって、ボーナス入るのって言ったら、それもしかも70人、80人が聞いてる前でそれ話す。いや、話さないでしょ。うん。ましてや、同業の配信者はみんなノーギャラで出てるんだよ。どう思う？それは聞いたら野暮な質問でしょ。だから俺から言うことは一言だよ。ご想像にお任せしますっていう。俺はそのスタッフさんとダンカンさんとある北郷さんと今回参加してくれた配信者と面白いものを作るためにやる。うん、ギャラの話は聞かないでください。それは全員損する話だから。生活保護は別に日本国民であればいつでも誰でも受けられるよ。ただ俺は受ける気ないけど、うん、俺はガンガン稼いでうまいもん食っていい生活したいと思ってるね。微妙かな、微妙かな、それは。うん、俺はあんまそういうのは話す気にはならないかな。なんか俺が別に個人的に自分の給料がいくらとか、まあ年金払ってるとかどうとかっていう話とかって俺しか損をしないからいいのよ、別に俺が損する分には。ただ、うん、周りが不幸になったりとか、周りにやっかんだりとか、周りがなんかテンション下がる
とか上がるとか、まあ周りがテンション上がるんだったらいくらでも話していいと思うけど、なんかこう損しかない話っていうのはするべきじゃないと思ってるかな。だからまあ別にご想像にギャラがいくらなのかとかは任せるよ。俺は面白いもん作りたくてやってるわけだから、別にギャラがいくらであっても関係なくない？うまくいけばいい話じゃん。だって俺のギャラが5万円とか10万円とか100万円とかで面白さ変わるの？変わんないでしょ。それって番組を見る側にとってもいらない情報だから。制限ないよ、うん、ない。ベーシックインカムを本格的に導入してる国は今ないはず。ないはず。っていうか、ないはずっていうよりも、俺は日本の生活保護は唯一、俺の解釈だと日本にはベーシックインカムあるっていう解釈なのね。これどういうことかなんだけど、ベーシックインカムを日本語訳にするとどうなるのかっていうと、ウィキペディア見てみようか。基本所得保障とか最低生活保障っていう概念の、基本所得保障とか、これ生活保護でしょ。まあ全員に配るのがベーシックインカムの最低限の定義だからあれなんだけど、俺は生活保護はベーシックインカムの波形だと思ってるかな。それは俺の考え方だから、日本、俺の考えだと日本っていう、だからみんなが思ってるベーシックインカムとはちょっと違うけどねっていう。うん。それをより受けやすくしようとか、問題があるところをこう変えていこうっていう話をずっとしてた。それがまとめはここ。これが俺のまとめ。これ。うん。これね。今日のまとめ、これ。もうこんな制度やめちまおうぜっていう。ハートありがとう。どうなんだろうか。まあそろそろ終わりにするわ。皆さんいつもありがとうございます。もしね、応援してくれる方はフォローしていただけると嬉しいので、YouTube と Twitter とふわっちの3つをフォローしてくれると嬉しいです。アイテムもたくさんありがとうございました。あ、無料アイテムありがとうね。うん、もう明日ドルさんの格闘技のイベントある、イベントっていうか練習会があるので、明日ドルさんの枠ぜひ見てください。皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。